ピート・ハットはオランダ出身でアメリカ合衆国を中心に研究活動を行う天体物理学者。専門の高密度構成系の N 体シミュレーションにとどまらず、同時に計算機科学、認知心理学、哲学に及ぶ幅広い学際分野での共同研究を行う。表記揺れでピート・ハットともアメリカ合衆国ニュージャージン州のプリンストン高等研究所で 学際研究プログラムの責任者を務める。小惑星ビートハットは、惑星経器学に貢献したことと、地球への小惑星衝突の防止に焦点を当てた B612、財団を共同で設立したことから彼の名にちなみ、名付けられた。オランダ時代のハットは、ユトレヒト大学のマルティヌス・フェルトマンの下で素粒子物理学、アムステルダム大学のエド・ファンデン・ホイフェルのもとで、 天体物理学と二つの PhD を同時に得た。カルフォルニア大学バークレー校の助教授を務めた後、1985年32歳の時にプリンストン高等研究所の正教授に任用された。当時、彼はそこで指名された最年少の教授であった。1996年よりオランダ王立芸術科学アカデミーのメンバーを務める。熟達した。 天体物理学者タルハットは、ジョシア・バーンズと共に開発した、バーンズイコールハットシミュレーションのアルゴリズムでよく知られている。バーンズ・ハット法は、ツリー型データ構造を用いることで、多数の天体間の重力相互作用による運動の計算を大幅に高速化し、銀河の衝突といった問題を扱えるようになった。N 体シミュレーションでの標準となっている。 バーンズイコールハットシミュレーションのアルゴリズムは、計算複雑性を N2 のオーダーから N ログ N のオーダーに低減することができた。ハットは、疑似同時性の概念を導入した。これは後に、系外惑星の超積進化の文献では、後半に引用されている。また、ハットは、大学院生向けの教科書ザグラビテーショナルミリオンボディープロブレムを強調し、 ピーター・ハットのコートハンガーシーケンスと呼ばれる整数列を考案し、物理学の研究と教育に仮想世界を利用した先駆者でもある。ハットは B612 財団、モデスト、ミカ、グレーププロジェクトおよびアミューズの設立者に名を連ねている。ハットの学際的な研究は、4人の個性物学者、2人の地質学者、および1人の天体物理学者と共に、 ネイチャーでレビュー記事を編集した時の恐竜の絶滅を説明するための小惑星衝突の研究が始まりでした。彼はまた、計算機科学者や哲学者、認知心理学者との共同研究にも広く携わっている。彼の業績が評価、注目されることで、インド、ダラムサラでのダライラマと5人の物理学者のワークショップから、 スイスでの世界経済フォーラムに至るまで様々なカンファレンスに招待され、フッサールサークルのメンバーにも招待されている。ハットは、また、キラ研究所の創設者の一人でもある。ハットは、日本の東京工業大学地球生命研究所の主任研究者も務める。2000年7月、プリンストン高等研究所は、 ハットが2001年半ばまでに辞職すると約束した1996年の合意の履行を求めハットを連邦地方裁判所に提訴した。イアズ所長のフィリップ・グリフィスによれば、ハットは天体物理学研究グループを経営しゆくゆくは、ジョンバーコール教授を継ぐことを期待されて雇われたにも、かかわらず求められた水準に達するような役割を果たさなかったとされた。一方、 ハットの言い分では、第一に、彼の研究の成果は劣っているわけではなくただ、見方によって、流行遅れに見えるだけであると、第二に、いずれの契約もサインするように強いられたとした。多くの著名な天体物理学者が、ハットの研究成果の質について擁護した一方で、創造的な研究成果を生み出す、終身雇用資格の意義を重視する立場の人もいた。この件は、結局、 裁判ではなく、話し合いにより、ハットがイヤズの自然科学部門からは退き、新たに学際研究プログラムを設け、その責任者に転じるということで和解に達した映像。ありがとうございます。